ホラーナイト ST スタジオ日本代表おめでとう。おい大好き日本。おいこらこの場を借りて日本代表いらない、その応援で誰にも触れられていけないけど、一人で変顔するなお前は。まあ皆さんも知ってる通り、はい、メインチャンネルが消されてしまって、過去の動画もね見れなくなっちゃったわけじゃないですか。そうよね。過去のそのホラーナイトの動画を見たいっていうリクエストがいっぱいありまして、そこでホラーナイトの素材が一部残ってるので、それをねちょっと今回お送りしたいと思います。なるほど。素晴らしい素晴らしい素晴らしい。過去の素材一つと最近起きた怪奇現象があるので、それを今回は紹介していこうと。で、現在はこちらのチャンネルでね、いろんなネタ動画、都市伝説、ホラーとか上げてるので、まあ、こちらのチャンネル登録をよろしくお願いします。お願いします。幽霊を映す方法をやったら、過去最大に恐ろしい声たちが入ってしまった。おおおおー、大気のやつだ。そう、覚えてる。俺がこうやって撮ってたやつ、はい、超怖いよ。一回やってるやつ。お前よくやったって言って、あれバチ怖かった、マジで。大輝がその部屋の真ん中に立って、外にこう一周するようにして回って撮って、うん、でその次にインカメラにして、はい、で同じように撮ると、これをすると、あの霊が映る家にはもう霊が映ってしまうらしいのよ、これをやると。念のため危険なことがあったらすぐ逃げれるような状況にしてあるので、うん、まあそこら辺はちょっとご安心してもらって。はい、いやでも大輝怖かったよな、これな。マジでこれ怖いよ。一人のこの変な不気味な雰囲気すんの、特に2階。あ、ね、あーやっぱ2階やばいね。2階。まあというわけで、こちらの動画をどうぞ。どうぞ。これ上の方が怖かった。怖いよ、マジで。いや、本当に怖いですよ。で、次はインカメ。インカメね、次は。いや、これめっちゃ怖いよ、マジで。ちょっと怖い。ガチ怖い。もう本当に怖いの、マジで嫌なんだよ。うわ、マジ怖いよ、本当に。やばい、これ。ちょっと、ストップ。安倍じゃない、安倍。一応壁か。え、なんでお前気づいてるの？え、全然わかんない。やばい、やばいよ、マジで。大丈夫？このまま上のやつ見て。やばいね、これ。こんながっつり聞こえちゃう。ちゃんと聞いたから、やばい聞こえちゃう。こんながっつり聞こえちゃう。ちゃんと聞いたから、やばい聞こえちゃう。これです。え、誰も口動いてないじゃん。そう、これが外ですね。そう、これがインカメ。インカメ怖っ。これやばいでしょ。はい、次寝室のインカメ撮ります。いや、マジで無理。ガチ怖いから本気でやめてほしい。こんな感じですね。ちょっと、口できて。本当に無理です、これは。ちょっと似合ってる。後ろ、うん、だよね。おかしかったよね。ちょ、おかしかったよね。え、あの、あそこで洗濯物ピロッて出ないの？ここら辺、ここなんか違うか。まあ、これはまあ、多分気のせいだったんだけど、うん、2階の、やっぱりその、お前が寝てる側がやっぱ一番嫌だった。まあ、寝室にはあの ロッカーじゃないわ、押し入れもあるからね。うん、ね、そういわく付きのね。で、何が怖いってさ、いや、おい、めっちゃバーねー。この話したくないよ。おいっす、おいっす、おいっす。鳥肌ゾワーしたよ。めっちゃバーせー。ゾワーってなった、今。この動画さ、その、うん、今までいろんなホラーナイトやってきたけど、うん、その中でも、1位争うぐらい、やばいよ。声が入ってたりとかさ、うん、うん、すげえ入ってたんでね。まあ、2階は結構、大気自身が危険感じたり、やばそうだったわけじゃん。うん、で、無警戒な1階がさ、
こんな音入ってるっていうのがまた怖くない。うん、まあ1階の俺は遊んでたのか。カメラ好きそうだよね。ああそうだね。こういう的に結構苦しそうではあるけど。そうだよね。そうなんですね。次はね、あの最近に起きた怪奇現象を見せたいと思うんですけど、俺が昼間にリビングにいて、上にセギがいたのね。でセギから急に電話来て、こういう的になんか血相を変えて、やばいからちょっと来てくれって言われて、うん、でそれで俺が上行って、その時の映像です。どうぞ。はい、ということで急遽ね、今カメラ回してるんですけど、ちょっとね、見てわかると思うんですけど、なぜかね、真ん中だけね、赤いんですよ、カーテンが。なんだろうね、これ。最初気のせいかなと思ったんだけど、なんなのかなっていう。いやー、見たことないけどね、ここだけ赤くなってるってね。きしょい。風あんまないでしょ。ない。なんかすげえカーテン動いてたから気になって見たら赤かったね。気持ち悪いね、これまた。なんかおかしいね。血でしょうか。すめねえだろ。気色悪いな。赤いんだ。今そんな消えてきたの。いや、おかしい、やばい。何だったんだろうな。どんどん消えてくるのが気持ち悪いじゃん。そう、それがキモい。何それ。で俺最初に外になんか赤い車とかあって、昼ってのもあったし、反射とかでそこだけ赤いのかなって思った。いや、まあまあ思うよね。まあ思うよね。で外見たんだけど、赤い車とか一個もないし、でしかも途中でどんどん消えてってるし、もうなんか理由がつかないよね、これは。映像にも残って持てるから、でこれもやっぱり寝室なんだ。寝室で乗り側だよね、しかも。そう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 。あれ取り付いてるの無理。ついてらっしゃる。でもね、なんかね、取り付いた時はね、取り付いたっていう感じがあるのよね。そうね、割と無理だね、一回ね。一回そのビキンってなって、次の朝から、左の首が痛い。で、恭平どうやねんって言ったら、恭平も痛いみたいな、同じ時期になったことがあったり。あの時はね、本当にいる感じ、もうね、こんなんで。そうなんや、マジで感覚ある感じ。本当に重いのよ。本当にそれがもう最近ないから。俺も最近さ、足の裏めっちゃ痛いんだよ。お前めっちゃ歩いてるからね。お疲れ様です。お疲れ様です。お疲れ様です。何やこの時間。今のお疲れ様ですは、その取り憑かれたの疲れじゃなくて、純粋にお疲れ様。分かってるわ。分かってる。分かってんです。あ、分かってる。しかもやっぱ正義ってさ、前からさ、光よく見るじゃん。そう。うわい。今のは聞こえてガッツリな。どんどんでかなってない。しかもテレビな、またな。大きくなってる。ちょっとあれ、電気つけない。つけるか。しかもさ、正義がさ、あそこで光見えたっつうじゃん、前。あれも俺も見えたからね。どんな感じなの。なんか、あ、確か、いつよね、いつよね。なんか、カッ、見えた。あー、もう一瞬なんだ。ただ白い人がいて、白く映ってるとかじゃなくて。違う、違う。いや、俺、その光がね、一回も見えたことなくて。まず人間じゃないもん。で、人間でーす。確かに、なに。え、人間でーす。だってもう、違うんじゃん、ジャンルが。ジャンル、ま、全くあなたと一緒。人間、妖怪、誰。もう妖怪でもないんだ。人間。That's right。 That's right。 何も感じないじゃん。いや、感じるよ。ちゃんと聞こえてるから。意味もない。 That's right。 That's right。 やめろ、使い回しじゃないか。何回言ってんだ。何してんの。喋れお前。いや、俺見え、光見えるんだけど。え、見えない今。マジで言ってる。え、だっち、どこどこ。こっちからオーブがシュイって言って、こっちに移っても、こう行って消えてた。嘘。ちょっと怖い。怖い。ちょっともう話聞くとこじゃなかったこれ。やるやる、やっちゃう。よし、やってみて。ちょっとね、ここら辺もちょっと重点的。え、びっくりした。ちょっと今はね。え、マジ光。うん、見えたった。見えたった。ついにそこまで見えた。俺もやっと見えたね、光。俺は嫌な感じではない。ではない。最近あんまり見えることなくなった。そう、なんか減っちゃったんで。弱くなってる、霊感が。俺、でも久々に見えた。見えたね。ちょっとそれマジでマジで。だって今日さ、音めっちゃ多いじゃん。多いで、ちょっと見えた。だって見えちゃったら言えねえんだよ。全然可愛くねえからな。違う違う違う、ちょっと怖くて今。今言ったな。今言ったな。ちょっと今日やばいね。マジで多いよ今日。やばいね。ちょっと巻きにしない。ちょっと急ごうか。え、何なんだろうこれ。この家本当にやばいと思う、リアルに。まあ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 、もうやばいっすよここは。もう、まあ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 、もうやばいっすよここは。
もいや、でも過去の動画を振り返った時やっぱりやばいじゃん。すごかったね、過去の動画のやつは。暗い話ばっかなんで、ちょっとあの明るい話をしようと思います。はい、現在あのプレゼント企画をやってまして、おい、 Amazon カード5000円分が2名に当たるプレゼント企画をやっております。おい、いいね。応募条件は概要欄に書いてありますので、そこをよく読んで読んでくれよ。無料で5000円分がワンチャンゲットできると思います、うん、とてもね、嬉しいことだと思いますので、はいはい、皆さん、じゃんじゃん応募してください。ナイスショットもないよ。チャンネル登録、高評価よろしくお願いします。お願いします。次のホラーナイトでお会いしましょう。バイビー。あー、怖っ。あ、怖っ。マジでやばい。うわ、お前の声うるさっ。